おざすましでーす。はい、今日もやっていきましょう。新テーマパークっていうことで、もう多分ね、これ終盤なんですよ。っていうのも、これ3月ね、3月末に決算があります。で、まあ、ずっとネックだったのが、このなんかごちゃごちゃしてる、なんかゴミが散らかってるみたいなことを言われてて、で、一回、ゴミ箱を、もうゴミ箱ロード作って、で、スイーパーもめちゃめちゃ雇って、これでもかってやったんですけど、それでも、ゴミがごちゃごちゃしてるみたいな、めっちゃ言われて、なんでやろうと思って調べたら、まさかの、これっすね。宣伝広告の、この、他社、これを、やりすぎると、お客さんが、なんか、ゴミがなんか、散らかってて、ごちゃごちゃしてる評価になるっていうことに気づいて、もう広告を全部やめたんですね。で、やめたら、もう一切なくなって、で、もうゴミ箱ロードも全部撤去して、こういう桜噴水とかに変えました。もうね、多分ね、文句なしやと思うんですよ。で、ご飯屋さんも、まあ、例えばハンバーガー屋さんだったら、お肉もいっぱいにしました。お肉の量、多量。とか、あと、コーラとかやったら氷の量をもう少ない。とか。で、ご飯も、ほら、こうやって満足。青いやつは喜んでるやつなんでね。で、ビールとかも、何やったっけ？そう、水分少なめ。もう濃い濃いビールにしてるんでね。で、あと、ムードっていうのが、こういうアトラクションの低い、興奮度の低いものを入れることによって、ムードも上がる。で、さらにこういう噴水とか桜とかの外観をきれいにするとムードが上がったりっていうのがあったんで、まあそういうのも設置したりとか。もうね、完璧じゃないでしょうか。まあ、ちょっとオレンジ残ってんのが気になるかな。まあまあ。あ、客層でちょっと見てみようか。うわ、子供どうした？なんでや？ヤングは？ヤング完璧、もう、若い連中はちょろいわ。カップル、あ、カップルもちょっとなんなんやろ、不満がある。いや、でもほぼ問題ないか。まあ、出口、トイレ、どこ？ああ、もうファミリーが一番難しいよな、なんか。あ、トイレな。トイレか。トイレ置こうか、ちょっとな、最後。あと3日しかないけど。トイレでも細かくは置いてんねんけどな。うわあ！最悪や、ここで。取ろうか。あ、オッケーオッケー。いいね。アウトローはもうしょうがないな。こう、ゴミ箱をトイレに変えよう。トイレ。スーパートイレな。はい。うん。ゴミ箱そんなもんいらんもんな。ここら辺は置けんか。うん。まあ、いいんじゃないですかね。うん。こんなもんでしょう。さあ、決算。
うん、まあ来場者入場者もいいでしょう。まあ支出が結構出た、利益はマイナスになってるのか。まあまあ、結局そのゴミの件で結構ね、人員投入したりとか、ゴミ箱を作ってゴミ箱スペースのために遊園地の器具撤去したりとかごちゃごちゃしたんで、まあその分のマイナスが出てるかなと。さあ知名度、まあ知名度はあると思うね。今日まあどうなんやろ、半分以上いってれば OK なのかな。よしよし、はい、あー年間通してなんかな。くそ、だいぶ自信あってんけどな。ああムードは悪く、安全性は最高、ムード最高、興奮度知名度快適性か。興奮度が意外と足りてないのか。興奮度。コースターをちょっと伸ばすか。ちょっと伸ばそうか。くそ、今回いった思ってんけどな。じゃあ、ちょっと停止します。で、コースターを、めちゃめちゃ伸ばそう。ここまで、ここまでいけね。よし、OK。でだ、これいらんやな。うん、で、中コースターこうして、あ、でもこっち行ったらあかんねんな。どこまでやったっけ、こっちか。こうこうこう、うん、おおおお、こさて、下げたら、むずいな。ここ下げて、こっち上げて、オッケー。で、どうしよっかな。もうちょい伸ばしたいけどな。まあ、これでいこうか。だいぶ長いけど。スピード速くする？速くしてもいいよな。鬼速。ベンチ増やさなあかんか、あとな。そしたら、ベンチいるよな。ベンチどこ置こうかな。一旦出口作りしよう。今ほんま出口わからんくなるよ。
こら辺に置くか。置いて分かるやろ。はい、オッケー。出口はオッケー。トイレ、トイレ迷子だ。トイレはもう自分で探せって感じか。ベンチやな。ベンチむずいな。ちょい安くしたい。無理ならもう、いや無理か。うそやろ、うそやろ。おいおいおい、 1.6%、 まあまあまあ。あーベンチ、ベンチ、まあまあ、ゴミ箱ベンチ、まあ、どうしよっかな。消す？いや、ムードは大事な、壊したくないな。よしよし。知名度と、知名度はテレビ出すやろ。知名度テレビで、快適性、快適性って何？あと、まあ、ベンチぐらいかな。ぐらい。だって、スイーパー、12、3ぐらい雇ってるわ、多分。こんないるっていうぐらい雇ってもな。ゴミ一つ全然落ちてないの。よし、ちょっと評価見よう。何が不満出るよ。おー、もうほぼマックスやな。うん。完璧。もう帰る。まあ、ヤングはちょろい。カップルも行ったな。オッケーオッケー。ファミリー、わあファミリー。ベンチな。ベンチか。現状維持でベンチむずいな。ベンチ欲しがってんのって
こらへんだよな、しかも。オッケー、わかった。ちょっと無理くりやけど。ごめんね。並んでるとこごめんね。ここにベンチ置こう。え？ああ、人おるからか。よし。よしよし。1個あるだけ全然違うやろ、ベンチ。だってここベンチないよな。うん、ないな。あ、ここもベンチ欲しいな。ここなんとかならんかな。出た、消費者団体。価格は適正です、文句言われることないです。ここなぁ、むずいなぁ。ベンチ、いや、木めっちゃ多いとこ。街灯にする？こんな街灯いらんかな。空いてるスペース全部街灯つけたろ。どうや、なんか気持ち悪い、宇宙人みたい。なんなんやこれはっていう。あ、いいか。わ、いけるかな。お金足りるかな。広告とかちょっとな、知名度大事やからな。月1回打とう。月1、240万。ただ不評やった時怖いよな。そうやね、そうやね。うん、じゃあもう一回打たなあかんもんな。これが新聞とかでしょうか。あれがちょっとやばい気もすんもんな。よし、オッケー。ちょいちょいベンチマークを見るな。通路にほんまベンチ欲しいけどな。よし、キッズやねんな。カップルとかファミリーじゃないもんな。ベンチ置く？あんま人、こっちほんま右側人って全然通らんねんな。全部左寄りよな。
そんなつもりはないんやけど。出た。これだけは絶対そうしてなかった。はい、警察どこや。川崎どこ行った。おいおいおい、インフォメーションが邪魔になってんぞ。おいし、頼む。見えん見えん見えんよ。絶対この感じ負けてるやん。ほらほらほら、あかん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 。川崎頼むわ。ちょっと待って、頼む。今回誰ハッスルか。バカー。カード側そんなおったっけ。ここおらなあかんことはないよな。よし、止めよう。行け。もう倒さなあかん。川崎も入れとこ。なんかあったらあかん。交互や交互。お、いいね。よし。ん？いったか？よしよしよし、倒した。だいぶ不満も解消されてるんちゃうかな。うん。待ってる人がちょっとベンチ欲しそうやな。興奮度やな、あと。あ、またか、これ。ここは一方通行にした方がいいな。うん。OK。満足度はどうやろう。うん、まあまあいいでしょう。さあ評価。おお、真っ青。興奮度上げんのはどうしよっかな。
占いどけたいな。こっから出るお客さん別に満足度ないよな。よしよし、キッズのためにもちょっとガードマンしっかりせな。よし、倒した。ナイス。占いの稼働率ちょっと見ようか。結構来てるんか。27やったらでも普通か。よし、ビッグバーガーにしよう。右側のビッグバーガー撤去しよう。これね、これ撤去するわ。その代わり、スペースダイブ。スペースダイブ。うわ、でもこれ多い。いける？あ、ここに置いたいか。で、出口こっちにしたいか。あ、いけるいける。あ、あー、やったら、出口をじゃろ、ここにしようか。うん。で、レベル上げて、スピードを速くして、タイムはそのまま。これでどうや。一回メンテ入れたいな。メカフルカードや。こうやったらまだ人来るんちゃうかなと思うんだけど、どうかな。よし、頼むで。来た来た来た。最大8人乗りか。これは怖いやろ。ん？え？なんでなんで？なんで？たまたまか？めっちゃだるいねんけど。これどうなるの？
おー、まあ、オッケー、いいね、いいね。さっきの書いてたやつ、誰やねん。評判落とすなよ。右側にもトイレ、トイレはあるか。ベンチ欲しい。あ、ベンチもまあ、あるか。ベンチ1個しかない。うんうん、いいね。ここをなんか長くなくていいか。ちょっと切ろうか。切って。ベンチをここにも。おい、あ、オッケー、矢印ついた。きた、アウトロー。頼む、やっつけてくれ。人多いな。アウトロやられ、あ、オッケーオッケー。こっち負けたらこっち復活してっていう。あ、おっしゃ、ナイス、いいぞ。人多いな、ちょっと。あ、ベンチ欲しがってんな。こう気潰してもいいかな。ちょっと評価見ようか。ファミリーは、まあ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 、まあ、ベンチぐらいかな。なんやこれ、なんかすごいもう落ちてる。うんこ、そうやねんな。こうミュージシャンとかこうキャラクターがおるか、子供には受けいいんやろうな。大人が、大人が受けんのは街頭ぐらいやろうな。さあ7月、開けちゃう？ちょっと開けようか。でスピード上げたらあれなんやな、耐久性が悪くなるんか。
まりホーンテッドマンション人気ないな。なんでなの。こっちめっちゃ人おんの。8月だったら宣伝打とうかな。ベンチマークなってる。あんまり長くしすぎんのも良くないんかな。だいぶ長いもんな。長すぎかこれって考えたら、せやな、ごめんね、ここを道にして撤去するやろ。で、ここにベンチ1個置く。こんなもんかな。ここのベンチは大きいと思うねんな。あー、いいねいいね。どんりくり作れそうな場所。まあしかもこれで街はちょっと解消されたんちゃうかな。うん、まあまあ。最悪もう一発ベンチ置くかやな。ここ消して一回やってみようか。ちょっと申し訳ない、ここまでもかっていう話やけやばいな、倒せるか。頼む。うわ、最悪。どういった。
もう2枚看板やったらいけるやろ。よしよし。で、その間に警官起き上がる。これでアウトロー絶対動かれん。サメちゃん。これで永遠に戦ってくれ。稼働してんのかな。うん、いいんじゃない。8月どうしようかな。報告打とうか、新聞ぐらいでも打とうか。達者。よし、オッケー。半年ぐらいか。9、10、11、10、1、2、3、4。うん。半年はもうちょい。評価見よう。オレンジの部分なんとかしたいな。また出口迷ってんの。出口どこ。あっこにも表札置くか。アウトロー。アウトロー。やばいな。
配置ちょっと、あ、戻ってる。やる。川崎やる。川崎対ハッスル本田。小川も近くおるよ。よし、ナイス。鉄壁の守りや。あ、ここにベンチ置く？ここ潰そうか。潰すわ。すまんね。すまんね。こう、ここ2つ潰すから、こうや。で、ここにベンチ置きまーす。OK。うん、いいんちゃう？ぐらいかな。知りようがないよな。ああ、またか。全然お客さん入らん。トイレはもう行けてるよな。ああ、オレンジ部分なくなった。キッズ、ヤング、カップル、カップルはどうした？うん、まあまあ、ファミリー。マシンもレベル9やもんな。うん、完璧。お金もそんなにマイナスではないかな。じわじわは減っていってるけど。コーラってどこにあるの？あ、ここか。あー、まあいいポジションやな。
右側をムード系にして左側をもうゴリゴリのアトラクションとか置いといた方が良かったんかな。ここ結構みんな通るもんな。まあ、一旦まず駆除。ちょっと待って、あ、おるか。あ、もう一人どこ行った。頑張れ、アウトロー退治してくれ。帰らしたか。 OKOK、 よし、一回広告とか。テレビ行ってみようか。頼む。すごい、ベンチもりもりも。この学校はほどよくあるんか。3月末ぐらいちゃう。価格帯を落とすぐらいやろ。あとは価格帯を最終勝負でよか。入場料 10% オフ、90円で乗れんのはテンション上がんな。10円違いけど1桁変わるとやっぱすごい安く感じる。10%オフ、1割オフ。どうしようか。この通りに出んじゃないかな。こっち行っても便、あ、仕入れか。お願いします。ここねー、よし、ちょっと安くなった。
さあ、あとは3月を待つのみかな。11、12、12、3、5ヶ月。いやー長かったー。5年かけてやっとクリア。あとアウトロとちょっとだけ余裕あったらテレビ広告とか。さあ11月に突入します。今支出1ヶ月どれぐらい飛んでんやろ。18万ぐらいか。って考えたらそんな大したことない感じぐらいかな。だから月20万売り上げたらまあまあトントンって感じやろな。だからこっから250万まで1ヶ月上がるかが、上がらなかったら毎月マイナスやな。使ってないアトラクションって何？使ってミシシッピ、ジョイプレーン、アクアライド、バンジーもないよな。来た、またしぶといな。じゃあ倒そう。うわあやられた。ちょっとまずいまずい。青川。ワディベンチ。頼む。聖子ちゃん。絵は一緒やねん。松田聖子ちゃん。聖子ちゃん。知名度上がるよ。おお、そう言ってる時にこんな。勘弁してほしい、暴力沙汰。よし、小川召喚しよう。ダメだった時用の小川。オッケー。さん食うけど単価が安いから、月20万いかんな。これいけるかな。月20は厳しいな。今で5万ぐらいあるもんな。月
月10万ぐらい、マイナス10万ずつ赤字なのか。じゃあさあ、ついに3月来ました。今回はもうこれはいけると思うねんけどな。あ、またオレンジが増えてる。いや、でも問題ないと思うねんけどな。ちょっとラスト広告と知名度な、知名度、知名度、快適性、快適はもう問題ないと思うねんけどな。よしよしよし、なんかちょいベンチマーク見える、ベンチマークがちらほら見えるな。桜消してベンチするか。ここがベンチゼロなんか、この通りな。あ、やべ、アウトロール。大丈夫か。ああ、よしよし。まだオレンジ部分あるかな。一瞬消えてんけどな。あ、ベンチここに1個あるんか。こう？無理や。最終どうやろう。あー、ミスった。ジェットコースターがまた急死なってや。あと半月。お、青になった。オッケー。ジェットコースター先なかったからかな。これでもう文句なしちゃう。これであかんかったらもうちょっと、わからん。作り直さなあかんレベルちゃうか。で、最後花火でさらに評価を上げて、これで4月を迎えれば間違いなく。満足度はマックスでしょう。
まあ右側より左側の方が集客多いな。たまたまなんかずっとやもんな。よし、ついに30日。最後、31日、評価見ましょう。あ、ちゃ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 。さ、来い！よし！全顔、オッケーオッケーオッケー。これで よし！さあ、まあ入場者数はちょっと減ったか。まあ広告を減らしたもんね。まあ、利益はマイナス。まあまあ。まあ、経営としては成り立ってないけど、まあ、そこは気にせず行こうか。ここ頼む。知名度、知名度、快適性、来い来い来い。これはいったやろ。この知名度と同じコインの並びやったら OK かな。お、安全性の方がコイン多いぞ。快適性どうなんやろな。来い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 。おーしおしおし。わ、知名度が1足りひん。興奮度は、まあジェットコースター。なあ、どうなんやろ。ムードが知名度 OK。安全性 OK。快適性 OK。興奮度 OK。ムード OK。 パーフェクト。おめでとうございます。あなたのテーマパークは最高の評価を受けました。おお、どうなるんや。おお、クリアした。初めてや。すげえ。コングラチュレーション。まあ年間利益出てないですけど。お、アウトロール、右にアウトロールぞ。いや、左にもおるぞ。半分顔割れてるやつ。あれ絶対アウトローやんけ。これエンディングか。お、すげえ。ちゃんとエンディングあんねんな。いやー、難しかったなー。特に何、快適性が分からんことだらけや。まあ、売上が上がってないか。売上利益が、純利益マイナス200万やったもんな。
マサルコってどっちなんやろ、女の人なんか男の人なんか。終わりかな。全然終わらん。スペシャルサンクスから。お。アンドオール。EAV スタッフ。これで終わりやな。多分終わりやな。プロダクト。マネージャー、またアシスタント、プロデューサー、
アソシエートプロデューサープロデューサーもうありゃプロデューサー出てったわ。もうありゃん会社かエレクトロニックアーツ終わった止まったぞ。動かん終わりかな。ボタン押してみようか。終わった。あ、終わりました。はい、ということで、新テーマパーク、これで終わりにしたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ということで、スマッシュでした。またね、バイバイ。